皆さんこんにちは、みたんです。今回はファイナルファンタジー14をプレイしていきたいと思います。普段は趣味でファイナルファンタジー14をやってるんですけれども、 YouTube 用にもこのみたんみたというキャラを作ったので、今回はこちらでプレイしていきたいと思います。この子ですね。なんだっけ、そう、今出国のクエストを進めてって、で、ここ ID に差し掛かったので、ちょうどいいかなと思ってテストも含めて動画を撮ってみました。このね、 NPC の人たちと一緒にこの ID を攻略していきたいと思います。では早速行ってみましょう。で、まずは話しかけて、パーティーを編成して突入。私はヒーラーなので、ヤシュトラさんとサンクレットさんとこの子ですね、ミンフィリアちゃんで突入します。シャキーン。袋がいっぱい。忌憚な御影堂。これ御影堂っていうもの知らなくて、で、今回メインでやった時全然気にしてなかったんですけど、今回やる時に何て読むんだろうと思って調べたら、御影堂って書いてあったっていうか、言ってる人がいて、御影堂なんだーって思いました。とりあえず突っ込んでいきましょう。これは横からなんか来るんで避けて、私フェイスってあんま使ってなかったんですけど、すごいいいですよね。メインがヒーラーなので、すぐマッチングしちゃうんですよ、いつも。だからまあフェイスで行かなくてもいいかなって思って行ってなかったんですけど、こう DPS とかなんか全然シャキらないなって時、すごいいいですよね。でもなんか名前がカタカナなのがすごい気になる。プレイヤーは英語なのに。てかなんかミンフィリアとヤシトラさんめっちゃ食らってる気がする。あ、食らってるな。避けてないでしょ。ちょっと。やめてください。ちゃんと避けてくださいね。さあ、どんどん行きましょう。ここはね、タンクでも来たことあって、多分、あるよね。そう、あるある。タンクのレベル上げもしたことがあるから、多分、道は大丈夫なはず。で、そうそう、なんかあの人もちょっと釣っていいですかね。サンクレットさん、よろしくお願いします。優秀ですよね。ちゃんと盾取ってくれるし、向きもね、こう向こうに向けてくれるっていう、優しい。なかなか硬いですね、岩だからかな。やってみます。お、喋った。この NPC たちと一緒に行くシステムが、フェイスシステムっていうらしいんですけど、まあ、フェイスシステムを使うと30分ぐらいかな？ ID、一つの ID で30分ぐらいでクリアできるって聞きました。まあ、多分すごい上手な人たちとか、装備がすごい揃ってる人たち
とかと行くと NPC よりもプレイヤーの方が早いんですけど、まあこう慣れてないうちはというか、すごい助かりますね。何だったかな、私も一個だけほぼコンテンツファインダー申請してるんですけど、フェイスで行った初見の ID があって、で初見なのに NPC たちがすごいギミックをね先に処理してくれるから真似してって、だから実装当時でもみんな何するんだろうってギミックわからない時でも NPC の真似したら全然こう迷わずに行けて、あーすごい楽だなみたいな。初見で怖いなって思った時はこのフェイスシステム使うととってもいいですよね。また出ましたね、ロンカドリーマー。夢を見てるんですかねこの人は。何の夢見てるんですかね。うわーこれ私実はこれ嫌いなんですよね。結構食らう、割と食らいがち。そしてやっぱりこの2人は避けてくれない、めっちゃ当たる DPS。 絶対避ける気ないでしょ。そこの少女ミンフィリアさん、ちょっとあーどこかな、ここかな。いけるかな、よし、オッケー。そして一ボスですね、この岩。さっきから岩しかいないから、全部岩、全てが岩、最初から最後まできっと岩。最後のボスなんだったか、先に行くんかーい。もう飛んでっちゃったよ、そこのライン越えたらすぐに勝手に行っちゃう感じなんですかね。びっくりしちゃった。これは多分タンク攻撃かな。オッケー。罵声全体攻撃な気がする。で左が光ったから右がアンチ、左になんか来るやつですね。これは光ってる側が危ない。まあ、岩が光ったら危ないということです。はい、タンク攻撃。また岩が光りますね。罵声。右も光って岩も光ってこっち。わあサンクレットさん上手。私ここすごい誘導なんかなぜか苦手で、タンクでいた時になんか4分の1ぐらいしかアンチなくて、めっちゃすいませんみたいな感じになってて、なんかやり方あるみたいですけどね。まあ食らわなかったらいいかなって思ってやってました。サンクレットさん硬いな、だいぶ A 入ってんのに。次はさあ誘導お願いします。こっちだな。
んかサンクレットさんリジェネ入れなくてもいい気がする。いけるんじゃないか。これこの人硬いな。これだけ使おう。お花を使ってミゼリをね打ちたいからね。使って、お、倒しましたね。キタンナレンジャーアームレット。キタンナの装備って確か結構伝統的なあの村の人たちの衣装みたいなだった気がするな。割と可愛い。コウモリがやっぱり来た。意外と硬い気がする。ミゼリだ、ミゼリ止まったぞ。いやミゼリ、ミゼリってミゼリ強いですね。ミゼリ、ミゼリ、こう NPC の栄称をこの右のパーティーリストで見てると見たことない技使ってますよね。ヤシュトラは魔女っていうジョブらしいですしね。サイオンズブリザード、かっこいい。結構技豊富。私はお花を投げてます。花込んだ。サンクレットさん硬いからこの花がたまる。お花って言ってるけど、お花、私簡易表示にしてるからお花じゃないんですね。なんだっけこれ、ソラス、ソラス、そうソラス、ハートオブソラス。この今たまったやつが使えるんですけど、ラプチャーっていう範囲技を使える、範囲技じゃない、範囲回復使えるようになったらだいぶいいんですけどね。いつ覚えるんだっけな。よし、あー私次のボス嫌いなんですよね。なんかめっちゃ叫んでくるボスだ。すごい当たりまくってたような気がするな。行くぞ。ちなみに私のこの今持ってる武器はエウレカの武器ですね。エウレカっていうコンテンツが FF あるんですけど、それをやると作れるって言ったらいいのかな。まあまあ頑張らないと作れないから、頑張ったんでしょうね、頑張ったんでしょうねっていうのは結構前にやったんで全然覚えてなくて、これこのめっちゃ光るやつ、これかわいい。逆にこれメインキャラで持ってないんですよ。こっちで、こっちエウレカ用みたいな、エウレカ用ってわけじゃないんですけど、なんかこっちでエウレカめちゃくちゃやって、でなんかマウントまで、オズマっていうマウントまで手に入れて、
割とねやり込んでたキャラですね。漆黒始まってから全然やってなくて、でもいろいろレベルが上がってるんでもったいないなって思ってたんですけど、ちょうどねこう動画用にしたらいいかもって思って、そうなんかゲームしながら喋ることってないんですよ。高難易度コンテンツとか行くときは VC するんですけど、それでもなんかカウントじゃないや、コールしかしませんね。なんかつきましたみたいななんかつきましたそう、私何色ですみたいな、そういうのしか言わなくて、それ以外の雑談とかしちゃうとこう見逃しちゃう、なんか別のこと考えるとタンク落としちゃうんですよね。ID とかだったらそこそこいいんですけど、霊式とかでも霊式で VC つないでやったことがあんまないんで、 VC やるの絶ぐらいしか VC やってなくて、霊式でも喋れない気がするな、めちゃくちゃミスしそう。なんかいつもうんとかはいとかしか言ってない。さあ2ボスです。封印されし、岩じゃないですね、封印されし、目玉バッツカッチ、これ目か口、リッパーファング、うーんタンク攻撃かな。こうね初めて行った ID とかでこれタンク攻撃っぽいなとか全体攻撃っぽいなとか予想するのすごい楽しくて、あちょっと待って、これ全体だ、これのねチューブあたりに来る技が嫌いで、これもこのサブソニクスもちょっとなんか痛いから好きじゃないけど、いやメディカラ入れとこう、あとなミゼリ打ちたい。そうこれがね落ちてくる、倒れてくるんですよバーンって。だいたいここにいれば、ここにいればいいね。これが初めての攻略の時すごい嫌でした。こう原理っていうか原理は原理仕組みはわかるんですけどすごい嫌でした。そう DPS 陣めちゃめちゃ前で戦ってる、タンクのタンク囲んで戦ってる。私もそっち行こう、こんなこういうフォーメーションでいいですか？こうサンクレットさん囲む感じ？サンクレットさん避けてよ。ちょっとこの辺かな？あ、怖い怖い怖い。大丈夫大丈夫。あとツイッターで話してたんですけど、ゲームするときすごいボソボソ喋るんですよ。もうほんとはいとかうんとかしか言わないからまあいっかなとか思って、でもゲーム実況みたいなの何個か上げて自分の声聞いたらすごいなんかボソボソ喋ってて、何言ってるか、何言ってる、あもう何言ってるかわからなくて
これははっきり喋らないとダメだなって思ったのも今思い出しました。なのではっきり、ダメだダメだ、はっきり喋る練習をね。でもこれはもう慣れなのかなって思って、なんかこう集中してやってると喋り方が変な感じになってる気がする。喋りにくい。あーもう向こう行くんかーい。あ、届く、いいよいいよ。怖いな、来る、あ、危ない、怖い、あーやだった。さて、お、外に出るな。外ですね、めっちゃ森。ほら川下りじゃ。あの人がちょっとね、巡回してるんでね、一緒にやりましょうか。死ぬー、死んだー、嘘でしょ。待って。全然体力見てなかった。釣ってる場合じゃなかったな。こう、ID で、まあヒーラーで釣るなんてありえない、ない、そんなことないんですけど、先導してるとね、どうしても自分タンク、な感じがした、しちゃってちょっと油断してましたね。私はタンクじゃない。さあ慎重に行こう。まずはそこの狼かな。もういいや、この3つにしよう。よし、サンクレットさんお願い。痛い。なんか凶暴化した？そんなことないよね。先釣りヒーラーシスみたいなことになって、恥ずかしい。ここはサンクレットさん向こう向けてくれないのね。いいんだけど、あ、ほい、あいつは単品でやるか。そう、自分でね釣らないといけないから絶対一撃は食らうんですよね。つまりさっきの雑魚3体分の攻撃が痛かったのか。あとヨロ爆発した。鳥やっぱ痛いわ。やっぱ痛いわ。いや、今さ、ミンフィリアさ、一つ目の AOE 避けてさ、後ろの AOE に入ったから何の意味もない。避けられてない。重なってるとこで避けなかっただけ。びっくりした。みたいか。これ何なんですかね。鳥にしては鳥となんかヤギの融合体みたいな。よし、でここにゴリラが降ってくる。きた、白いゴリラ。そう、白いゴリラといえば、白いゴリラのマウントもあるんですよ。こんなケムクジラじゃないはずだけど。まあね、そのコンテンツもね、なかなか大変なコンテンツなんで。
手に入るかどうかは分かんないですけど、本当 FF いろんないろいろできることがあって、いろいろありすぎて逆にやることないみたいな謎の現象起きるんですよね。なんか麻雀もあるし、なんかマリオカートみたいなやつもあるし、チョコボに乗ってレースできたりとか、あとは、まあ、さっきのエウレカっていうコンテンツもそうだし、そうだな、霊式絶、あとは青魔導士か、青魔導士もまたこうジョブが独立しててというか、青魔導士は青魔導士で遊ぶコンテンツみたいな感じであるんですけど、青魔導士もねなかなか難しいし面白いし、やりだしたら止まらないんで、ぼちぼちねやりたいですけどね。でもとりあえずミタン、このミタンはレベルを80にして、でエデンなんだっけ、今覚醒か、エデン覚醒に行った後絶アレキかな、絶アレキに行こう。こうメインキャラで難しいコンテンツクリアしててもキャラクターが変わるとなんかすごいやりにくくて、多分このカメラのマウススピードとか、あと何かな、なんか違う、まあ装備とかもね多分一部位違うだけで感覚がすごい変わるんですよね。だから割とやりにくい。でもやっぱりレイドは楽しい。もうこのファイナルファンタジーは始めた時からずっと白魔導士なんですよ。でも最近ナイトも触ってて、ナイトもね楽しいですよね。タンク、さあラスボス来ました。モフモフです。うわ、モフモフとか言って怖っ。いやー顔が3つある。これはおうおう、ヘビ、尻尾ヘビだったんだ。何回か来てるはずなんですけどね、全然こう普通にコンテンツファインダーで来るとなんかもう見てる余裕なくて、なんかフェイスだったらいいかなって思っちゃう余裕、なぜか余裕ができる。これ多分全体攻撃だ、知ってたよ、ちょっと遅かったけど。ポイズン、ポイズン、みんな移動早いな、もう何が来るか分かってるんですね。吹き飛ばしですね。やっつけるわよ、からの吹き飛ばし。これタンクの時すごい吹き飛ばされた後どこ向けていいかみたいな、とりあえず外周向けるんですけど、サンクレットさんこっち向けの、いいけど怖いよ。ダメージ食らわなくてもすごい殴られてる感すごい。頭割りは真ん中かな、え、めっちゃ中央行く、ね、え、なんで今3回した。これは離れる。ミンフィリア入って、
で、ポイズン。うわ、すごい真ん中に集結してる。これはめんどくさいぞ。ここはね、飛ばされるのが嫌なので剣術魔を使いましょう。はい、キサキ。いやー、サンクレットさん熱いな。またこれが溜まってる。これちょっといや、これ自分に使おう。ソラス、はい。ほんでミゼリー。サンクレットさんやっぱリジェンに入れないでしょ。ここで沈んでもらう。アビリティもすごい残ってるんだよな。待って、今なんで死んだ？やばい、全然見てなかった。今のって外周に捨てて真ん中ビームじゃなかったっけ。やば、ID ってこんなに難しかったっけ。やばいな、これは。ID で2ワイプするやつ。今のちょっと意味わかんないかも。また最初っからか。ちくしょう。いやー、もうこの景色を楽しもう。いやー、無人島が降り注いで綺麗な森ですね。なんて穏やかな心じゃないんだけどね。マジかー、ショックだなー。 ID でワイプすることなんてそうそうないよ。やばすぎー。はい、行ってください。どうぞお願いします。どうぞ行くぞ。はい。あ、なるほど。ある程度のところまで進んだら行ってくれるって感じか。ってか、あとちょっとだったのに。私さっき倒したのかと思った。違ったわ。これはやっぱり喋りながらできないっていうことですかね。ちょっと、いける。グロソラリア。でもな、喋りながらね、こう動画撮ったりとかできないと、配信いつかしようと思ってもできないからな。ずっと黙りっぱなしの配信じゃ面白くないでしょ。やっつけるわよ。こうゲームによってはね、こう FPS とかだったらなんか黙ってても面白い気がするけど、どうなんだろうな、分かんないや。でもやっぱりせっかくプレイしてるからね、喋りながらやりたいから頑張る。私のために倒されて。これは外でしょ。これ外側でしょ。これなんでさっき死んだんだろう。もしかして私、もしかして被ってたりした。でも当たってるしな。あ、わかった。さっきマーカーついてて、でしかも被ったじゃん。いや、離れすぎててダブルで食らったのか。だったら死ぬわ。そういうことあるの。そういうやつだったのか。こう何でもそうですけど、ずっと言ってても初めて気づくことってありますよね。何回言っても新しい発見があるっていいことですね。
これでまたちょっと強くなれたような気がしたい。サンクレットさん沼入ったでしょ。沼使ったな。毒ってたぞ今。よし、トラスさん、わざわざ反対側に行くの？あ、さ、危ないんじゃん、それ。痛いじゃん、めっちゃ。んで？真ん中だな。これ、ここの真ん中に行くってことは、危ないのか。あ、わー、わーって。そうだよね、この敵からビームが出てるから、こう、扇状に来るのか。今更？ここ初見結構、パッとクリアできた気がするんだけど、何も考えてなかった。運が良かったな。さあ、あとはもう、繰り返しなはず。クリアできるんでしょうか？頑張れ。行き先は間に合わ間に合わ間に合わ。しかしサンクレットさんは硬いので大丈夫。またこれか。これどうしようかな。この辺にしよっか。ここで沈んでもらう。剣術戻ってこないか。戻ってこないな。潔く飛ばされよう。お、LB 撃ってくれるの？ああ、撃てなかったな。そうだね、今タイミング悪いよね。撃ってー、見せ場だぞー。あ、今LB チャンス逃したから諦めたな。オッケー。お、レベル上がったー。やったー、76ですね。あとちょっと。どうした？あー、長かった。めちゃめちゃ時間かかった。40分ぐらいやってる。なんかフェイスで行くと30分ぐらいで終わるんですよって最初にめちゃめちゃ言っといて、40分かかって、ワイプ2回ワイプしたのは、はい、私です。狼とヒヒかな。すごい。でもなんか肉球かわいい。肉球かわいいぞ。肉球あるじゃん、ピンクの肉球。うえ、ちょっとかわいいですね。終わってみれば。後ろから見たらかわいいか。前はちょっとね、怖い怖いね。さあ、出ましょ。はい、ということで、ID を攻略しました。とんでもなかったな、とんでもないものを、いや、とんでもないことやってたな。ちょっと恥ずかしいけど、まあいっか。こんなもんだよな。喋りながら、ね、こうゲームをするという練習でした。こんな感じになるのか、怖いな。でもこれからも、頑張って、こう喋りながら、ゲーム配信。配信？配信じゃないよ。配信もしたいんですよ。でも、今の感じだとちょっと、まずいから。もうちょっと慣れてからね。そのうち配信とか、やりたいなぁ。とりあえず今日はここまでで。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。みたんでした。バイバーイ。